はい、皆さんこんばんは、塩原レザーの塩原です。また塩原レザー TV の、更新がやってきまして、いろいろと考えまして、今日は何のお題にしようか、革の説明も終わったし、手縫い縫製についても語ったしということで、ここ最近ですね、メンテナンスについて語っているわけですが、今日はですねちょっと、一風変わったというか、あんまりこういうメンテナンス方法を行っている人は多くなく少ないんじゃないかなというふうに思うんですが、今日はですね応急処置の革の繊維が繊維層丸見えみたいな、そういう革の状態の応急処置の方法と、あとはですね J ベイカーのブライドルレザー、これはですね前にもブライドル、J ベイカー社製ブライドルレザーとはというタイトルで、お送りさせていただきましたが、特に、これは別の革ですが、油分の中心、床面層まで油分がしっかり効いている革、これのメンテナンスには最適な、方法かなということで、今日のタイトルはですね、銀面および床層への牛脚油かっこオイルですねでの、メンテナンスというタイトルで、お送りしたいなというふうに思います。はい、はい、でオイルなんですけれども、オイルとワックスって何が違うのみたいな話に、なりますが、基本的にですね、こういう、缶に入っているものとかプラスチックの容器に入っているものっていうのは、固形のもの、固形のものが多いです。はい、で、今日ご紹介するのはですね、ちょっとここにシールが入って、あってですね、通常貼ってあります。ただこれは買った時からもついてなかったんで、ちょっとどうしようもなく、ホームページで販売しているのは、ちゃんとついてますので、ニーフッツオイルってやつですね。牛脚油というやつです。もしかしたら牛脚油というものかもしれません。牛足油というものかもしれませんし、多分牛脚油で合ってると思いますが、今日はですねこれについて、ちょっと語ってみたいというか、メンテナンス方法を実践してみたいなというふうに思います。はい、ということで、オイルはですねこの1種類ではなく、いろんなメーカー、特にですね、アメリカ系の、まあ、欧米というかヨーロッパでも、アメリカでも、乗馬の盛んなところ、まあ、オーストラリアなんかも入るかもしれませんが、バグとして使っている、革製品へのメンテナンスでよく使われるのがこういう、もう 100% オイルのものですよね。動物性で、革に、浸透性がよく芯の方までオイル分を足してあげるようなもの、こういうのが、販売されてます。これ値段はですね、値段前回は、いろいろと語ってきましたが言っておりませんでした。ちなみにこの、セドウィック製が900円ですね。塩原レザーのものは500円ちょっとぐらいな感じです。でこの牛脚油に関しては一応735円ということで、販売してます。はい、でこれはですね特徴といいますと、特に浸透性が高い、メンテナンス用品と思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。浸透性がすごいというのはですね、とにかく、ちょっと試してみましょうか。早速よいしょ、じゃん。はい、どれぐらいすごいかと言いますと、ここにちょっとついている、残っているというかありますので、指先でちょっと触れまして、ちょっとこんな感じでつきます。つけました。で皮があります。でここに、ちょっと触れてみます。そうするとよいしょ、あ、こっちか、触れましたと、こうなります。明らかに、植物性の蜜ろうワックスでやった時よりも、浸透度が高い、特にシミになったようなイメージっていうんですかね、これはですねほとんど戻らないですね。だいたいシミに近いぐらいの、残り方になっちゃうので、特にですね、
セドウィック社製のライトキャメルですとか、こういった国産のナチュラル系のもの、これをメンテナンス、これこの牛脚油で行うときは注意していただきたいなというふうに思います。ただこの牛脚油に関しては浸透性が特に高いものになりますので、油分がすごい抜けて毛羽立って、繊維層がもうむき出しでいつ切れてもおかしくないような、そういう皮にとっては、応急処置的なメンテナンス用品になるんじゃないのかなというふうに思います。はい、でアップのままで、先日ご紹介したこの最悪な状態の、カラカラな状態のベルトというんですかね、こういう革もう何年も使って実はいつでもメンテナンスしてませんみたいな、こういう革ですね。こういう革にですね、実は応急処置的にこういうオイルを含ませてあげると、実は、まあ、再生とまではいかないんですが、だいぶ応急処置にはなるかなというふうに思います。ただしこれは、画像の通りかなり浸透度が高く、またシミのようになりますので、お気をつけてということになります。J ベーカーなんかは特にですね、もう銀面層から、反対側の床面層の方まで、床面の方まで油分が入ってますので、逆にですね、こういったもので油分が抜けてきたら芯までまたオイルを足してあげると、より長持ちするんじゃないのかなというふうに思います。はい、でまあこんな感じにシミになりまして、これはおそらくほとんど戻ってこないです。で実は先日ご紹介した、蜜ろうワックス、これ実は続けてほとんど取ってますので、